50% にしちゃったんで、自分が学校をちゃんと見れなくて分かんなくなっていっぱい間違えました。次はカノンですが、カノンの方は私は見てなくても分かると思うので、ニュース解放になって音伴奏の音がすごく本物っぽくなって、実際の僕のバイオリンよりも音がいい感じになっちゃいます。そこは良かったですね。しては行きます。
メリーゴーランドを弾くわけなんですけど、まあちょっといきなり、まあ、昨日と時はちょっととりあえずいきなり弾いてみたんだけど、まあちゃんともうちょっと細かく見ながら弾いてみようか、練習した方がいいだろうということで、これまあ青い部分を今やってるんですけど、元の楽譜を見るとまあ今指番号は3番1番ってなってるけど、これ
全部ファーストポジション弾こうと思えば弾けるんですね。それでやると3と1なんだけど、ちょっとなんか買った楽譜を見るとこれが1番、1番サードポジションになってるみたいなんですね。だからちょっとサードポジションで練習してみようかなということになって、ちょっとそれをまず書き直すところから、まあそういう作業から、作業も大事なんで、最初はどうなってるかっていう、ちょっと他のやつ買ったやつ見てるんですけど、最初が1,2なんですね。ちょっと書き直します。これが1ってことは、どの弦ごとに色を変えてるんだけど、両方とも D 線で、これは2の指、 D 線は青色、分かるかな、一応青色で1と2と書いてあるんですね。ちょっとこれ小節番号と混乱しそうですけど、小節番号はちょっと微妙に大きいし、区切り線のところに書いてあるんで間違わないと思うんですけど、で元の格好を見るとそんなに全部に指番号書いてなくてその次に書いてあるのは5つ先の1,2,3,4,5 小節目の最初の音、この音かな、これが、これも1の指まあこれだからこれと一緒ですね、これと一緒なんで、ここもちょっとまず分かってるので、もともと書いてあるやつを書いてることにすると、6、7、8、9小節目の最後が2の指、9小節目の最後が2の指どの線なんだろう、これはちょっと弾いてみれば分かるかな。サードポジションでの音階、
ターンのことなんですね。ポジションどっちかというと第4ポジションになってるってことかな、まあ、最初の1の指は第3ポジションだけど次の2はまあ第4ポジションになるわけで、まあ、第4ポジション最初だけ第3だけどすぐ第4に行ってるのかな。うーん、これも2だね。で色をこうオレンジに変えて、スコアを見たらどう、あれ、ちょっとこっちのとこからコピーのことして、これがコピーしちゃう。ちょっと2でいいか、いいですね。他に書いてあるのは、他に書いてあるのは、ナチュラル、ちょっと別の PDF 見ながらちょっとやってるんですけど、小節目か、13小節目のミのナチュラルが2の指なんだけど、14小節目の最初のドの音、これも2の指で書いてあるね。
ポジション移動が入ってるのかね。で、この耳はこれと同じかな、これこの歯と同じ。D 線でも弾けるし、 D 線でも弾けるし、 A 線でも弾ける。14小節目の音分かんなくなってくるとにかく2の指弾くんだけど、しようとりあえずやっぱり難しいね、考えるのが難しい。弾きながら考えないといけないし、これはってことはこの青色の D 線の D 線で弾けってことかな。こうやってこう、まあ、今日ここまでしよう。ちょっと1回ぐらい弾いとこうか。回しておいてちょっと鳴らしてみようか。新しいミュージカルで音は綺麗になったと見えるけど、ちょっとやりすぎで変になってる気もするね。ちょっとこの第3ハイポジションの方でちょっとやってみます。
かんないですよ。番号書いてからですね。ちょっと今日も時間もだいぶ経ったので終わります。結構迷います。弾くだけよりも最初のこういった作業とか考えたりするのが結構大事みたいな気がしてます。それをちゃんとやると、なんていうかね、要領よくというか、まあ弾きやすくなる。割と早く弾けるようになる。そんな気がします。